ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回は10周年を迎えられるウエストについて占っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回はウエストについて占っていきたいと思います。デビューされて10年になるそうですね。おめでとうございます。結婚とか脱退などがあるのか占っていきたいと思います。過去、現在、未来、対応、周囲の環境、本人の立場、結果結論で見ていきます。大釜、危険、不具合、アクシデント、事故。鳥、コミュニケーション。情報、メッセージ。話す、歌う、歌手です。無知、トラブル、分裂。内輪もめ。前事務所のアクシデントがありました。歌手としてトラブルに巻き込まれました。で、名前の改名もありましたよね。トラブルです。本人の立場を見ていきます。クローバー、幸福、幸運、幸せ、チャンス。月、直感、名誉、夢、ロマン。月は女性という意味があります。女性にも人気がありますよね。基礎基盤土台成長です。10年の間成長されたと思いますし、根強い不安がいます。安定しております。
現在を見ていきます。ネズミ、損失、不安、ストレス。魚、富、利益。子供、純粋なお気持ちでスタートです。事務所のいろんな問題で損失がありました。魚、これ、金運ですよね。お仕事がなくなったりもしたと思います。損失です。で、新しいスタートですね。名前の改名もあって損失。で、新しいスタートです。子供。太陽を見ていきます。コウノトリ、引っ越し、移動、変化、変化がありました。騎士、知らせ前進作戦。これ、男性という意味があります。これウエストですよね。名前を変えて新しいスタートです。周囲の環境を見ていきます。山、高いハードル、障害、星、幸運、希望、チャンス、夢、星、スターですよね。鍵、答え、解決、セキュリティです。星と鍵で、星と鍵で成功への扉が開くという意味があるんですけど、前に山がありますので、そのためにはやっぱりいろんな障害が今あると思います。事務所の問題で。未来を見ていきます。狐、利口、プロ、賢い、お仕事です。クロス、宿命、心配事、手紙、メッセージ、情報、メール、伝える、プロとして運命、10周年ですよね。プロとしてやっていくと伝える。で、この、キツネとクロスで嘘のメッセージもあるということですね。間違った情報が伝わっている可能性があります。結婚はないのかなと思います。記念すべき年ですからね。結果、結論を見ていきます。クマ。仕事、こちらの雲です。不安定が混乱です。事務所の問題でお仕事にこの影響が出たと思います。船、ビジネス、海、冒険、新しい船出です。10周年に向けて皆さん頑張っておられますし、退所とか脱退っていうのもないと思います。お仕事の方に向けて今全力投球されていると思います。記念すべき10周年ですので、ファンの方も
応援してると思いますので、ウエストの皆さん、お仕事の方を頑張ってください。応援しております。占いはいろんな見方があります。そのことをご了承いただいたら嬉しいです。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。